した瞬間はもう終わったもんな。僕がこの2ヶ月半でやってたリハビリを今日ちょっと全部紹介します。Cause I'm a bad day. Cause I'm a bad day. みなさんこんにちは、栗原です。今回はちょっとね、前回僕の載せた怪我明けのスカートクリーンのマックスっていう動画載せて、で結構質問でどこ怪我したんですかとか言われたんで、去年の8月にハムの肉離れをしちゃいまして、でそれが、3度の肉離れだったのよ。だから、はい、3度、お前3度なんてあるか。いや、もう2度がマックスですね。2度なんだよ、大体2度で結構ひどいやつよ、はい、もう3度はだからもう本当に3度の肉離れ、もう、走っててなったんだけど、もうピキンってなった瞬間にもう倒れ込む、でプラスもう自分じゃ立てない、はい、で あの車椅子で送ってもらって、で駅からはこういうもうこれ足もつけないから、もう本当これをひたすら街中で栗原隆これでずっと歩いてました。ちなみに大阪ね。もう大変ですよ。で病院行って MRI 取って、ここら辺にちょっとあの MRI 載せますけど、もうピッキン入ってる白いのが、もう筋断裂ってやつだよね。でも完全な断裂じゃなくて、まあ、一応ちょっと部分の的な感じだったんだけど、まあ一応3度言われて、もうねとんでもないですよ本当に。もう痛いとかじゃないんだよね、力が入んないから、うん、使い物にならない状態からスタートして、それが8月本当、まあで競技復帰したのがそこから2ヶ月半、11月の2週目に試合出たんで、まあ、その試合はまあ無理やり出たんで、もちろんベストではないけど、でも全然プレーはできた。一応あの2タッチランじゃないわ、1個タッチランで1個審判にダメ言われたんで、俺の中では2タッチランって言ってます。でそれで競技復帰はしたんだけど、そこからまたちょっと、2週間、だから合計3ヶ月ぐらいでもう結構しっかり走れるようになったかな。でもまあ競技復帰は2ヶ月半で、3度で2ヶ月半で復帰するって結構難しくて、もう俺も怪我した瞬間はもう終わったんだよ。で俺は今年でだから33、あだから去年で33、今年も34です。33です。おっさんになるとね、肉離れっていう新しい怪我をし始めるみたいで、うん、いやー若い時とちょっと違うよね。でその今までも全然肉離れしたことなかったから、もう本当怪我した時はもう終わったと思って、もうスポーツの人生がね、まあ、そんぐらい衝撃だったんだけど、どうにか2ヶ月半で復帰して、で何をしたのか、多分3度だったら2ヶ月半での競技復帰ってちょっと無理な、結構強引なわけだけど、僕がリハビリで何をやったのかっていうのを今日ちょっと紹介したいと思います。でハムの肉離れって、まあ僕ね最近これね最近よく言ってますけど、僕大学院生で一応ね筑波大学の、すごいっすね。あの筑波ね、おおすごいっすね。今日もあの収納出しに行ったんですけど、お疲れ様です。一段落してるんですけど、ね、あれそれでいろいろちょっと論文とかもね、あの読むようになりまして、で授業もあったから、ちょうど肉離れ授業とかもあって、はいはいはい、で論文とか見てるとやっぱ肉離れの再犯率がめちゃくちゃ高いと。そうですね、もう基本的にみんなかなりの確率で、半分以上のパーセンテージで再犯してる。再受傷、それはもう知ってたから、はい、再発したら再犯って言ったの、はい、再発したらもうだいぶまた競技復帰遅れちゃうから、まあそれだけ怖かったんだけど、どうにか今のところしてません、全力出しても。でじゃあ何をしたのかっていうのを今日ちょっとねリハビリで紹介したいと思います。でみんなね結構ハムの肉離れで苦しんでる人も多いと思うんで、あの結局ね、治すのは自分だから、あの病院行ってね、こう手術とかそうだ、あの必要だったらしょうがないけど、結局病院行っても別に治してはくれないから、やっぱりリハビリっていうのは自分で何をやるかっていうのがめちゃくちゃ重要なんで、僕がこの2ヶ月半でやってたリハビリを今日ちょっと全部紹介します。なんで特にねハムを強化したい、プラスハム怪我してるとか、そういう人たちはぜひ参考にしてもらえると嬉しいです。ということでじゃあ早速僕のトレーニングを
紹介します。じゃあ1種目目はまずは、まあ、定番なんだけどちょっとコツがあって、こう寝て、膝立てて両足でヒップスラストをやるんだけど、ポイントがお尻ケツをギュッて締めて持ち上げてから上げる。で、重りはまあこれ軽いんだけど、ちょっと重り負荷入れて、で最初とかは入れなくてもいいと思うっていうのを、まず両足で20回やる。イメージはお尻ギュッて締めて上げた状態で上げる。で絶対お尻締めて上げる。お尻締めて上げる。基本的にお尻は基本ずっと締める。そう、こうやって上げるときに締めて上げる。これをまあ合計20回やります。で次は今度片足、今のを片足で上げる上げる上げる。これも20回で両方やる。これも最後ケツギューって締めてね。でこれを20回やって、で今両足20回を2セットやって、片足ずつを、それぞれ2セットずつやります。全部20回で OK。 じゃあ次は今度バランスボール使います。で、片足かかと乗せて、でこっちに逆足を上げる。でこのまま自分の体を浮かす。でこれ手ついていいから、これを20回で1回1回地面つけないで連続でやります。で左右左も同じように、こっち固めでね、で地面をから体を動かす。オッケー。これが20回ずつやって、これも、2セットそれぞれやります。でもし片足がちょっときついとき、最初怪我したばっかのときとか多分きついと思うから、そのときは普通に両足を乗せて体をガスでガス。これでも最初はいいと思います。でも負荷が全然軽いんで、普通に生活ができるようになったらもう片足ずつでやったほうがいいです。 OK。 じゃあ次は今度片足乗せた状態でさっきと同じね、体を浮かす。今度はこれを引きつける引きつける引きつける、こういう感じで、これも左右それぞれ20回ずつで、ポイントはなるべくここ浮かしてね、こう低くしてやんない、浮かしてしっかりこっち固める、スプリント意識して、で引きつける引きつける。さあこういう感じ。これは結構負荷高いから、あこれも20回ずつね、負荷高いから、あちゃんとできるようになってからやってください。もしこれでできなかったらもちろん両足、今度は両足、これはだいぶ楽でもこれもすごいいいリハビリだから、慣れてくると一回一回こうやって下げないで上げたまんま引きつける、これキープ引きつける。こういう感じで、今やったこのバランスボールを使った、リハビリは基本ケツをグッと固めとく。で固めてハムで引きつけるからね。だからケツはずっと力入れておいて、使うのはハムで引きつける。でこれ結構負荷高いけど、基本的にこれは結構やりまくってましたね。で、今度はバランスボールじゃなくてちょっとしたこうダンベルを使って負荷を、かけていきます。 OK。 じゃあ次はダンベルを使って、これ一応12キロ12キロなんで、結構これはリハビリが進んできたら取り入れた方がいいと思います。結構負荷高いんで。でこれは、ね、噂のね、竹トレしてるな、だから、はい、竹トレで修行、そうすごいトレーニングがあるんですけど、でそれでハムのトレーニングとしてやってるメニューを僕はリハビリでも入れてます。でやり方、ダンベル持ちます。90度ね、こう腕でこのまま
後ろにお尻を突き出しながらダンベルを前に出す。そうするとすごい後ろにこうやって普通倒れるんですけど、ダンベルが前にあるんで倒れなくなる。でそれ軸わーかけて引きつける。だからイメージ的にはね、よくねこういう、ルーマニアンデッドってあのハム鍛えるやつがあると思うんだけど、まあ、あれに近いちょっと応用編だねをちょっとやります。90度にしてお尻をうわーってこのつかむ爪先が浮くくらい。でも今バランス崩れちゃうのはダンベルが前行ってないから、ダンベルをこっから前にグワー出して、でお尻ストレッチかけて引きつける。これこういう感じ。きつ。これね腕もくんのよ。でこれはめちゃくちゃここハムに刺激入るんで、おすすめです。リハビリとしてもいいし、まあトレーニングとしても、おすすめです。このダンベル使います。またで、重さは自由に、これ12キロだけど、回数多いからもうどんどん下げてって大丈夫です。で構えが、自分の股関節をちょっと出すぐらいで、こうやって段差がちょっとある方がいいです。なんでマットかなんか引いてね。で股関節ちょっと出して足の裏でダンベルを引っ掛けて持ち上げる。こうやってで膝つけていいから、でハムを使って細かく上下、あんま上げすぎない。こうやって今日もうずーっと床で微妙に浮かして、ここを細かく、これ合計100回。こんな感じで細かく速く、これを合計100回やって、一通りハムのリハビリは終わりです。でこれをまあ毎日ほぼ毎日、やってました。まあ、最初怪我したばっかの時はもちろんこんなんできないから、もう本当歩けるように普通に生活できるようになるぐらいかな。まあ、ストレッチもまだ痛かったな。でもやってた。なんでこれはね実際に僕がやって早く復帰できた一つの原因だと思うんで、ぜひ皆さんやってみてください。でハムのリハビリをやりつつ、絶対体幹もやった方が良くて、でハム痛めると、まあ、走れない、あとウェイト重り持てない、となるとだんだん体幹弱ってくるから動けないからね、となると自重で体幹を負荷結構かけるんだけど、ちょっとね最後に体幹も僕がやったやつを、一通り紹介して終わりにしたいと思います。なので次はちょっと体幹をやります。じゃあ次はちょっと体幹やります。で今日僕がやる体幹は全部これ使う、バランスディスク。まあバランスこれジムあるよね、普通あるよな、だから、うん、ないのかな、ないとこもあると思います。あったらぜひ使ってください、これ超おすすめだから。で、じゃあ2個使います。で最初、この上に寝る。で、自分のお尻がちょっと寝るぐらいでやります。で体を浮かす、体一直線して、で最初は足を開く、これを、20回。まずこれ、OK、これを20回を、2セットやります。じゃあそのまま次は同じ体勢を取って、今度は頭に手を後ろにして引きつける。これを合計20回。お、2セット。じゃあ次がプランク系いきます。この上で最初横に、肘上、そこ上、まずはこれで15秒キープ。
で、15秒経ったらそのまま上げて、これで15秒キープ。で、OK。で、次がまたこの体勢でプランクしてから、今度は上の足を前に持ってくる。これ15回。また同じ体勢とって、今度は上の足を前に伸ばして持ってくる。これも15回。よいしょ。で、これを左右同じことをまず15秒キープね。これ15秒キープしたら、これ15秒キープで、今度は引き上げ、足の引き上げ15回ので、今度は前足、これも15回を以上で、プランクをそれぞれ2セットずつね、全部一周。今のを左やって右やって、でもう一周左やって右やって終わり。今度は膝と手で乗せて足を出したいで、伸ばした状態取ってから引き付けて、で肘タッチ、肘と膝タッチして、風に押されてましたね。で、これ10回ね。で、これもそのまま左右、これはそのまま左右ですよ。はい、10回ずつ。まず伸ばした状態から、ちょっと風ですか。合計10回。はい、次ラストが、これね結構むずいっす。そのまんまそんなうまくできない。今度は手と足で、今度は両手両足を片足を上げて、これでキープ。これ15秒キープ。うわっ、これね、ちょっと皆さんやってみて、みんなできんのかな、そんな簡単に。 TK チャレンジ、これをきついね、これ。もう一回やるわ、逆でやるわ。これも左右、15秒キープを2セットね、全部2セットずつなんで、ちょっとね、15秒やりたいな。次は、10秒はい、OK。 こんな感じで、マジできついんで、ぜひこういう普通のね体幹を鍛えるだけじゃなくて、まあ、こういう
プランク系バランス悪いところでより実践的にやると、まあアスリートとか体を動かす人にとっての、いい、体幹トレーニングなので、でハム怪我した時は絶対セットで体幹やらないと絶対ダメです。ここはセットなんでリハビリで、だから怪我した部位と体幹やる、これが大体怪我した時のリハビリのやり方なん で今回は僕の、ハムのリハビリメニューを紹介しました。ぜひね、皆さんも、まあ、怪我しないのが一番だけど、怪我したらなるべく早く復帰した方がいいから、ぜひ、ハムのトレーニングリハビリを、参考にしてみてください。今日は以上です。それでは、いつもご視聴ありがとうございます。さよなら。